リグス・オブ・ロッツは、主に各種車両の変形を扱うフロスのシミュレーションゲームである。車種や車輪などのノードネットワークを計算する衝突物理エンジンビームを採用しており、車両や荷重の柔軟性や変形度合いを描画する。ダフのアンプリロールの描画例、ダフのターバトウィンの描画例開発当初は、オフロードトラック専門であったが、後に対象を拡大した。 バージョン0.28以前は典型的な車両に限定していたが、後に飛行機や船を追加した。車両の設定はプレーンテキストで保存され、ポリゴンメッシュ描画により3次元で表示される。ゲームのクリア条件は設定されていないが、路上やドラッグレース場などのチェックポイント通過のようなゲームも楽しめる。スクリプトエンジンはルーアからバージョン0.38以降は、 エンジェルスクリプトに切り替えられた。最大64人までのマルチプレイに対応している。2011年より開発されているビームングドライブには本作の開発チームが参加しており、様々な箇所に本作で得たノウハウが活かされている。ありがとうございます。